元群馬県水上町町、元水上町議会議員。2018年5月、町内の団体女性職員へのセクハラが報じられる。町議会から不信任決議を受け、議会を解散したが、町議会議員選挙で、反町長派が圧勝し、二度目の不信任決議により、失職した。群馬県利根郡生まれ。1986年。 群馬県立沼田高等学校を卒業。1990年、八戸工業大学工学部建築工学科を卒業。1991年、前田設備株式会社に入社。1995年、同社代表取締役社長に就任。2006年4月の水上町議会議員選挙に立候補し初当選。2010年、再選。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙に茨城3区から日本維新の開港人で立候補するも落選。2014年4月の選挙で町議に返り咲く。2016年、高崎経済大学大学院地域政策研究科博士全期課程を終了。2017年9月8日、水上町長選挙に立候補する意向を明らかにした。 同年10月15日に行われた町長選挙で現職の岸吉政を僅差で破り、初当選を果たした。投票率は65.48%で、過去最低を更新した。10月30日、町長就任。当日有権者数、16,937人。最終投票率 65.、65.48%当選翌年の2018年。 セクハラ問題が浮上し不信任を問われたが否決された。前田がセクハラを否定したことから調整に大きな混乱を招いた。セクハラが報じられ、最終的には強制わいせつで被害届を出されるも不起訴になったが、議会ではその結論を待たずに不信任案が出されたが否決。前田が辞職願いを提出するも二度目の不信任案が出され、失職させられた。 以下はその経緯である。ありがとうございます。